玉梨出身で元アイドルグループの藤原あずさが岡山香川の企業に体験入社、新入社員として仕事の魅力を伝えます。藤原あずさと申します。あずささんが今回仕事体験させていただくのはあの大きな建物。見てください、日本一の駄菓子売り場って書いてます。私も駄菓子好きなんでめちゃくちゃ嬉しいんですけど、大きい。瀬戸内市の田園地帯にある巨大な駄菓子売り場、食品卸小売の大町です。いやー、かなり広くて360度どこを見渡しても美味しそうな食べ物がたくさんあります。およそ2500平方メートルもある売り場には駄菓子や玩具を中心に5000アイテムが並んでいます。圧倒的なスケールと品揃えを強みに年間70万人以上が訪れるさながら駄菓子のテーマパークです。すごい、いらっしゃい。こんにちは。迎えてくれたのは通称駄菓子おじさんです。すごい突っ込みたいところがいっぱいあるんですけれども、はい、駄菓子おじさんどうしてこんな格好されてるんですか？これはね、子供に遊んでもらうためです。確かにこれはかなり興味引きますしね。もう子供のためにいっぱい道具作ってね。社長です。え、社長、社長じゃない、社長な、この格好は駄菓子おじさん。今は駄菓子おじさんってことですね。そう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 。今そんな駄菓子おじさんに聞きたいんですけれども、はい、どうぞ。なんでこんな大きな駄菓子屋を作ったの？これ駄菓子屋ね、いやこれね、別にしようと思ってしたわけじゃなくて、はい、だんだん子供いっぱい来るし、はい、楽しくしてたらこんなになっちゃったから、お子供に遊んでもらって大きくなりました。なるほど。じゃあもっと遊べばもっと大きくなるってことですね。もう限界来てるけど。まずはメディア担当の足立さんに駄菓子にはどんな種類があるのか聞きました。昔ながらの駄菓子屋さんで売ってるような駄菓子から、はい、今自分で作って地域菓子、はい、作る駄菓子とか、はいはいはい、季節限定のものとか、そういったものがいっぱいあります。かなり幅広いわけですね、はい、ちなみに今の売れ筋は幅広い層から人気のうまい棒、一番人気はコーンポタージュ味です。小学生の支持を集めているのは当たり付きのラーメンスナックやったーめん。いろんな味が楽しめるもち飴も人気です。売り場は子どもたちの目線に合わせ陳列棚を低く配置してあるのも特徴の一つです。やっぱこのお店作りっていうのは子どもたちの笑顔が前提でっていう感じなんですかね、はい、そうなんです。子どもさんたちが一目見てこの金額が分かって計算しやすいように、うん、本当に非効率なんですけどバーコードでピッて通すんではなく、はい、一つずつ値段を売って分かりやすく表示してるんです。お小遣いを握りしめ一生懸命計算しながら買う子どもたちのために一部を除き値段は10円単位。仕入れ価格が上昇し厳しい状況ですが、子どもたちの笑顔のためならどんな努力も惜しみません。ということでシール貼り初心者のあずささんがこちらの道具を使って体験です。気をつけていることとかってありますか？お客様がすごく見やすいようなところに貼っていくようには気をつけているんですけど、はい、キャラクターものの場合はキャラクターが見えるように、あと賞味期限とか、そう、材料費のところとか、材料費のところにね、うん、ああいうところも絶対かからないようにはしてます。ああ、なるほど。でもやっぱこう難しいです。同じ位置とかに綺麗にこう貼ろうと思ったらすごい、やっぱ時間かかっちゃうな。プロの仕事はどのくらいのスピードなのか、シール貼りで勝負です。よし、はい、終わりました。20枚してるうちに私5枚しか打ててないんですよ。もう秒殺でしたね。早い。売り場はテーマごとにコーナーを設置、楽しみながら買い物ができるよう工夫しています。こちらはうまい棒のコーナー、プレミアムシリーズを含めた全種類を揃えています。
カラフルな靴下が並んでいますが、よく見ると全てお菓子のデザインです。駄菓子にちなんだ文具や雑貨を集めた売り場も。中には大人が楽しめるコーナーもあります。並んでいるのはなんとお酒、駄菓子とコラボした日本酒やチューハイまであるなんて驚きです。やっぱ各コーナーごとにとてもユニークで可愛らしいこうポップがありますね。もともとあまりお金をかけずにお客様に伝えるっていうのをモットーにしてたんで、段ボール箱とかなんかこうあるものを使って、やはり全部手作りでっていうところが、あのこの日本一の駄菓子売り場の特徴です。最大の。確かに私あのこの裏側にあるんですけれども、はいはい、タラタラですね。そうなんです、このタラタラしてんじゃねえよ、はい、この種類のお菓子がめちゃくちゃ好きで、はい、そこで今回はあずささんが大好きだというこちらの駄菓子のポップ作りに挑戦。これ作る上でのコツだったりポイントはありますか？はい、ポイントは、まあ、お客様に分かりやすいように必ず商品名と値段と、はい、あとメーカーさんも入れてあげたりしてます。そこはもう必ず、はい、あとはもうできるだけ小さいお子さんを見るので可愛くっていうのには気を使ってます、はい、なるほど。取り出したのは赤いフェルトペン。このお菓子辛めなので、まあ、お子さんがパッと見た時にあこれ辛いちょっとお菓子なんだなっていうのが分かるようなポップ作りにしていきたいなというふうに思います。1枚のポップ作るにだいたいどれぐらい お時間かけるんですか？もう早い時はもうそんな1分もかからないですか？はい、すごい、はい、3世代で訪れるお客さんも多いだけにポップはとにかくシンプルに分かりやすく仕上げることが重要だそうです。それではポップ完成しました。こちらです。ダダン。おお、すごい。どうでしょうか？もうまず、はい、字が大きいので分かりやすいですし、あの値段もあの大きく一番上に書いてあるんで、あの商品の値段が分かりやすいですし、さっき言われたみたいに激辛を表現されていて、で一言コメントがあるのもいいなと思いました。採用です。おー、はい、やったー。上級者ですよ。本当ですか？はい、嬉しい。じゃあここに来れば私のこのポップが見れるってことですね。はい、見れます。ぜひ見に来てください。少子化やライフスタイルの変化などを背景に、駄菓子を取り巻く環境が厳しさを増す中、秋山社長は業界を盛り上げようと2015年、駄菓子メーカーなどで組織する駄菓子で世界を笑顔にする会を発足。イベントなどを通じて駄菓子の魅力を伝え続けています。今後こういうふうに会社を作っていきたいとか駄菓子売り場を作っていきたいみたいなこう展望みたいなものってあったりしますか？でもね、例えば全国展開とかそんな全く関係なくて、うん、やっぱりこの地域でね、子供とか家族の心のふるさとにしたいんですよ、ここをね。楽しくないとね、今もうね、戦争とかね、もうね、いろんなもうね、不安要素がそんなもいっぱいでしょう、ここに来た時ぐらいね、もう全部忘れてね、もう弾けてほしいよな。どうしたら喜んでもらえるのか、お菓子の種類の多さはもちろんなんですが、配置の仕方であったりポップの作り方などたくさん工夫されていて、子どもから大人までワクワクする場所でした。本当にたくさんの方から愛される理由が分かる場所でのお仕事でした。